あゆまゆは、シナリオ、塩だろう、原案、作画、鈴の哲二による日本の漫画。月刊少年チャンピオンにて、2006年12月号から2009年4月号まで連載。高校生の兄と一つ年下の二人の妹を中心に展開するシスコン系のラブコメである。主な舞台となる、安城家の屋敷では大浴場での妹たちの会話シーンが挿入されることが多い。 私立学園、南洋学園に入学した主人公、豊川洋介は、幼い頃離れ離れになり、学園理事長の幼女となった妹との悲願の再会を果たした。だが、そこには同じ境遇の女の子が二人おり、誰も当時のはっきりした記憶を持っていない。実の妹が誰かはわからなかったものの、洋介は、その二人の少女たち、あゆとまゆと、義兄妹になる。 すさまじい行動力を持ち、なおかつ大のシスコンでもある陽介は、自身や妹たちに降りかかるトラブルを解決したり、時には全力で二人を手助けしたりしていくうち、次第に二人との絆を深めていく。そして、眉もまた、洋介に恋焦がれるようになっていく。そんな中、アメリカから陽介を愛する、幼馴染みの少女、小巻なゆが来日。 それぞれの恋愛関係が次第に複雑化していく中、やがてあゆとまゆの思いがけない出生の秘密が明かされる。一体どちらが洋介の実の妹なのかそして洋介と結ばれるのは誰なのか洋介は妹のことになると、下記のような変態にを出すことができる。ありがとうございます。